倒し、新庄に苦言。日本ハムは4日、ソフトバンクとのカード最終戦で2対3とサヨナラ負けを喫した。1点リードで迎えた9回表、ワンアウト走者なしから五十幡亮太が四球を選び出塁。続く松本剛の打席で五十幡が盗塁を仕掛けるも、星海拓也の送球で2投失敗。さらに松本が安打で出塁し、盗塁を試みるも、またも下位に刺され、2連続での盗塁死となった。9回裏には守護神田中正義が登板するも、ノーアウト満塁のピンチを背負い、正木智也に犠牲フライを打たれ、同点に追いつかれる。さらにワンアウト2、3塁で柳町達にサヨナラ打を決められた。試合の流れを手放してしまった最終回の攻撃に、4日放送のフジテレビ1、プロ野球ニュース2024でも苦言が呈された。田尾康氏は9回の走塁について、2対1でリードしている場面で、また攻めに行った。3点目を取ろうという作戦だと思うが、セーフになってくれないと困る。ここでアウトになったら流れが変わるかもしれない。すんなり行って、点が入らなくても2対1のまま9回裏を迎えるという気持ちがあってもよかったのかなと指摘した。岩本勉氏はベンチの采配について、グリーンライトでいつでも行っていいよということもあったと思うが、9回なのでサインの可能性もある。おそらくだが、ずっと日本ハムを追いかけていて、短期決戦を見据えた、ここ一番でスタートを切れなければ得点はないということを意識しているのかなとも思ったと分析。しかしこの日に関しては、コツコツ1点を取っていれば、田中の気持ちも変わると抑え投手への影響についても言及した。ゲームの流れってあるんだな、と改めて実感しました。田中もクローザーでやっていくなら、変化球があと一つないと厳しいな。確かに2回の盗塁死で絶対に流れが変わると思った。磯端の盗塁はまだわかるんだけど、松本は無理していかなくてよかった。最近動きすぎる傾向はなかったけど、昨日の試合は動きすぎて墓穴を掘ってしまった感じ。両方ともサインだと思います。一度失敗しても二度やるのが新庄節ですから。野球は守備から流れが変わるということを改めて痛感しました。昨年から抑えをやっている田中正義には悪いが、あまり成長が感じられない。追加点が欲しいのは山々、逆に成功して1点入れば、ホークスはかなりとどめを刺された感を受けたと思う。あの試合は間違いなく、あの連続盗塁死が敗因だろう。積極走塁が悪いとは言わないが、無理に仕掛ける場面ではなかった。ジャスティスは登板方もあるかと。気づけば現在パリーグトップの登板数。経験したことのない疲労も溜まっているのでは。最近の田中投手は不安定なので、なおさらあそこでダメ押しの1点を取っておきたかったんでしょうね。